はい、皆さんこんにちは、さくらぼでございます。お元気でしょうか。ということでですね、本日はですね、ここ大阪におりまして、いつもだったらこちらに、素敵な男性がいらっしゃるんですけどもですね、今日あの方はですね、探さないでくださいというね、置き手紙を残してどっか行ってしまいましたので、今日はね、一人であなたにお送りしていきたいと思います。ということで、大阪の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まあ今日はね、本当にたくさんの方にお集まりいただいておりますので、質疑応答という形でね、なんか皆さんのこう質問にですね、切り込んでいこうかなと思うんですけれども、何かこうご質問などございますでしょうかね。で、毎日とても幸せな日々を送らせていただいて。毎日幸せなんですか。よかったですね。どんな風に幸せなんですか。好きな仕事させて。あ、何やってるんですか。エステの仕事。あ、エステシャンなんですね。だからそんなお綺麗なんですね。ありがとうございます。すごい仕事に夢中で、家のこととか全部家族に頼って助けてくれてるので、はい、素敵な旦那さんですね。お子さんはいくつなんですか。22、21、16です。優しいですね。はい、そしてすごく忙しいんで充実してるんですけど、たまにやっぱり気分が突然沈んでしまったりとか、体力仕事なので、いつまでできるかなとか。フルタイムですか。そうです、そうです。何時何時ですか。8時半に店に入って、はい、大体遅い時は10時ぐらいに帰る感じですかね。泊まる時もありますか。トンダーブラックですね。それを収録、それはもうダメですね。自分のお店なので。あ、自分の。じゃあなんで休み増やさないんですか。なんかまだまだできる時にやっぱお客さんしたい。あ、ダメですね。ダメですか。はい、自分じゃなきゃダメなんですか。他の従業員はいらっしゃらないんですか。来てないです。なんで雇わないんですか。自分のオリジナルの主義やってるので、はい、教えるとなると。あ、別に教え、そしたらもっと1日のそんな8時から10時なんてお客さんがひっきりなし来るんですか。ひっきりなしではないですけど、間空いてる時間もありますけど、毎日ほぼ入ってます。売れっ子じゃないですか。めちゃくちゃ売れっ子ですね。すごいですね。休み増やせばいいだけの話ですよ。休みを増やして営業時間を減らせばいいだけの話ですよ。すごい簡単じゃないですか。それだけやってると常に疲労困憊ですよね。それもう何年やってらっしゃるんですか。今お店が3年目ぐらい。ああ、3年目ですか。もうじゃあ3年間ずっとその生活ですか。最初はもう全然でした。ああ、全然だった。ああ、じゃあもうそれ最近忙しくなった感じですか。この1年ぐらいね。じゃあ1年間ずっとそれで突っ走ってきたんですね。そうですね、うん、もうそろそろ休んだ方がいいですね。だってそのペースでいくと潰れますよ。必ずどこかで倒れますね。だって自分の店だったら営業時間減らせばいいだけじゃないですか。休み作って、そのスタイルで収録ってしんどすぎますね。頑張り屋さんなのはいいんですけども、一体何しに生まれてきたのかってことですよ。仕事するために生まれてきたんでしょうかね。僕らは2泊3日のディズニーランドに遊びに来てるんですよ、はい、そのディズニーランドでずっと働いてらっしゃるわけですよ。それ楽しいんでしょうかね。仕事は楽しいんですよ。はい、でももう体が悲鳴上げてますよね。ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きますね。11月9日、はい、神戸。神戸、11月28日鹿児島です。鹿児島。11月29日大阪。大阪 2days。 はい、30日も大阪ですね。そして12月30日東京でロケットスタート、うん、そうですね。毎年恒例12月30日はロケットスタートの日ということでね、ご宴会しますんで来てください。そして翌1月7、8で沖縄ビジネスブートキャンプ、ブートキャンプ1月7、8ね、はい、まあ、ぜひ、ビジネスの、ね、ことでお悩みある方はぜひ遊びに来てください。会いに来てください。一番大切なのは健康ですよ。健康より大切なものはありません。まずは健康です。朝から晩まで収録で働いているというのは健康でいることができないですね。多分まだ若いからいいのかもしれませんが、ここから先日々日々しんどくなってきて、必ず体のどっかがおかしくなってくる。ぜひ休み増やしてください。そんなに働く必要があるんでしょうか。だって決めればいいだけじゃないですか。自分でやってるんだったら週4ぐらいでいいじゃないですか。週4で別に9時から6時とか夜いらっしゃれば別にね、夜やってもいいと思いますけれども、なんかそこメリハリつけてやらない限りそのままズル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 行ってしまって、いつかどっかで倒れますよ。ぜひ休まれた方がいいと思いますね。だってそこで倒れたら何のために働いてるのか分かんないじゃないですか。あとは従業員一人もいないんですか。なんか従業員やることないんですか。ジムとか。人を雇うまでの余裕はないですね。え、なんで人を雇う余裕がないんですか。そんなに売れてんのに。できたら、はい、全部主義なのハンドなので、はい、もうちょっと機械入れたりとか、
うん、これからちょっとお金かけていって体にちょっと負担のないようなメニューを入れようかなって考えてるんですけど、コストがかかるので。いやだってそれだけ売れてればお金いっぱいあるんじゃないんですか毎日毎日収録で働いて自分一人でお金貯まるはずなんですけど、貯まってないんですか。貯まってなくはないんですけど、はい、ちょっと値段安すぎるんじゃないですか。ライバルと比べて同じような店があるんですか、近所に。いっぱいあります。あ、いっぱいあるんですか、はい、じゃあその中で平均よりちょっと安くしてる、そんな感じですか。まあ、平均ぐらいだと思います。はい、僕そういうやり方好きじゃないんですよ。僕だったら絶対に地域で一番高い店にしますよ。例えば1時間全然わかんない、そのエステの世界全然わかりませんけれども、はい、どんな感じなんですか。大体一番多い方で1時間半で9,500円。まあだったらもう2万円ぐらいですかね2万円のとき。お金持ちの気持ちって考えたことあります。考えようとしたことはありますけど、はい、僕はもう絶対だって自分の腕に自信があるんですよね。だったら絶対倍ですね。地域で一番高い店です。お金持ちって絶対に高いとこ行きたいんですよ。絶対安いとこ行きたくないんです、お金持ちって。だから富裕層相手にしたらいいじゃないですか、自分の腕に自信があるのであれば。もう明日から2万円にしてください。自信があるならいいじゃないですか。既存のお客様に失礼になるので、いつから値上げにしますとか、既存のお客様はそのままで新規の方が高くするとか、やり方はいくらでもありますよ。だけど今のスタイルでは疲弊していくだけなので、自信があるのであればお客様の層が変わりますよ。そうすると富裕層の友達は富裕層なんで、はい、気に入ってもらえれば芋づる式にお客さん連れてきてくれるんで、うん、僕は結構店舗のこと詳しいんで、いくらでもコンサルしますよ僕が。今度ブートキャンプ来てください1月。もったいないですよ本当に。そのスタイルだと疲弊していくだけなんで、はい、絶対もったいないです。だってもう朝起きた時しんどいでしょ。朝8時半ってめっちゃ早いじゃないですか。朝8時半ってことはもう6時ぐらいに起きますよね。そうですね、はい、で寝るの何時ですか。12時ぐらい。ああ、もうそれ収録はもう疲弊しますね。だって何のために生きてるのか分かんないじゃないですか。仕事するために生きてるような感じになってるから、すごいもったいないし、まあ何より元気じゃないですよ。元気じゃないでしょ朝店に行った時に。まずまず元気じゃないですよね。そうですかね。そうかな。さっき言ってる話が全然違いますね、うん、そうですね。そうですかねってさっき僕に言ったのと全然違うじゃないですか。気分のムラがあるんですよ、はいはい、うん、いや収録でそのスケジュールはしんどいですよ。非常によろしくないので、パンクする前にぜひもう一度見直した方がいいと思いますよね。本当に絶対潰れますよ。本当に体が一番大事なので、もう健康より大切なものはありませんから、ぜひその富裕層を相手にするっていうのをね、一度考えてみていただきたいと思います。自分の腕に自信があるのであれば、なおさら絶対僕はそうした方がいいと思いますね。地域で一番高い店いいじゃないですか。僕はそう思いますね。はい、他に何かないですか。さっきのトイレ掃除の話で思い出したんですけど、うん、はい、何日か泊まることとかもあるので、うん、お店のトイレをすっごいピカピカにしてるんですけど、うん、泊まっちゃうと家のトイレがトイレ掃除できない、うん、いやもうそれ仕方がないです、うん、てかそもそももう店に泊まる自体なんでそんなことしなきゃいけないのかって話です。入るのがちょっとめんどくしんどくなるか。はい、だからもうそれやめましょう。もうそこまでして働かないでください。本当に自分の体の声に耳を傾けていただきたいですね。それで倒れたら本当後悔しますよ。何のために生まれてきたのか、仕事するために生まれてきたわけじゃないですから。でやりたいこといっぱいあるでしょ。そのやりたいことやっていきましょうよ。収録でそんなやってたら日曜日だけ本当に体を休めるだけで一瞬で終わってしまうじゃないですか。週4ぐらいでいいじゃないですか。それが1回もう1週間ぐらいお休みされたらどうですか。1回体をきちんとリセットしてからまた一生懸命働くっていう、そういうメリハリをつけていかないと、収録でそうやっていくとただ疲弊していくだけなので、ね、そうやって一生懸命働いてるけど結局そんなにお金が貯まってないわけじゃないですか。そこまで働いてお金が残ってないっておかしいですよ。ぜひ今一度考えてみてはいかがでしょうか。ではね、この辺でお別れしたいと思います。皆さんありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、登録をお願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。